落とした人きっと困ってるね。名前書いてないの？ないみたい。定期とかもないし、どうしようか。あ、めぐるくん、それ開けてみれば？ケースの持ち主がわかるかもよ。え、でもいいのかな、人のもの勝手に。それはそうだけど、でも落とした人だってパスが戻らなければ困るでしょ。これは何何何が書いてあるの？よくわからないけど、これ骨髄移植の臓器提供者、ドナーがレシピエント、つまり移植患者の人に向けて書いた手紙みたいだ。手紙なのに名前も何も書いてないなんて。ドナーとレシピエントは基本的にお互いの素性を教え合うことは禁止されているからね。そっか、残念。それじゃあパスの落とし主見つけられないね。どうしよう。いや、そうでもないよ。骨髄移植を受けた人なんてそうはいないはずだし、学校のデータベースか何かで調べればすぐわかるんじゃないかな。そうだ、だったらちょうど子猫探しの記事も貼り終えたことだし、科学の真由美先生のところに行ってみましょう。先生のパソコンなら学園のデータベースに直接アクセスできるでしょ。なるほど、そうだね。失礼します。お邪魔します。桃井くんたちじゃない。めぐるくん、何見てるのよ。立花さん、誤解だよ。僕は別に。別に何があるって言うのよ。だからただこーら、化学室で暴れない。危ない薬品だっていっぱいあるんだから。で、そういえばどう？少しはいなくなっちゃった子猫ちゃんの手がかりつかめたかしら。まだですよ。こないだ頼まれたばかりじゃないですか。でも一応記事は貼り出しておきましたから。なるほどね。骨髄移植の手術を受けたことがありそうな生徒を探せばいいのね。
いいわ、あなたたちには借りもあるし、特別よ。出たわ。神崎伊予奈、3年生ね。この学園で手紙の条件に当てはまるのは多分彼女だけよ。やったね、めぐるくん。先生、どうもありがとうございました。神崎伊予奈さんですか？あなたたちは？私たち、この手紙で先輩のことを知って、パスを届けに来たんです。落とされていますよね。手紙見たの？すみません。でないと落とし主が分かりませんでした。そうね、いいわ。わざわざありがとう。ねえ、立花さん、やっぱり勝手に手紙を読んじゃったのはまずかったんじゃ。あの人少し怒ってたみたいだし。うん、でも仕方ないよ。それにこれでまた一つ新聞部が人の役に立ったわけだし。まあ結果オーライってことで新聞部万歳って、もうこんな時間。さあ私たちもそろそろ帰ろう。
立花さん。うん。ヒノキなんかどこにもないわよね。ってことは残る可能性はやっぱり誰かが部室に入ってあの人に火をつけてから逃げ出した。それはないわ。ここのバスケ部員たちの証言がある。彼らが朝練に来るまで部室は中から鍵がかかっていたそうよ。しのぶ、異変に気づいたバスケ部員の通報で警察がドアを破るまでここは完全な密室だった。他殺か事故かそれとも自殺かはわからない。ただ一つはっきりしているのは、あそこに横たわっている被害者がこの出入り口のない空間で突如猛火に包まれて焼け死んでいったという。不可解な死、これは大事件ね。それもあの死神伝説事件に匹敵する。となればこの事件を解決するのは当然私たち新聞部の仕事ね。みたいね。だったらどちらが事件を先に解決できるか勝負をしましょう。あなたたち昨日の私のセリフ忘れたわけじゃないんでしょ。受けて立つよ。めぐるくん、よく言った。さすが新聞部。私たちは絶対あなたなんかに負けないから。その気になったってところかしら。それじゃあここで一つ賭けでもしない？賭け？そうよ。もしこの勝負に負けたら一度だけ何でも言うことを聞くの。これくらいできるでしょ。
白そうじゃない。やってやるわ。いいの、あんな約束しちゃって。もし負けて、例えば新聞部は廃部よなんて言われたらどうするのさ。要は負けなければいいのよ。だいたいあんな新参者に私とワトソン君の最強タッグが破れるはずはないわね。そうでしょ。やると決まったからには全力を尽くす。早速捜査開始よ。了解。あれ？なんだろう？なあ、今のネックレス、雄一郎のじゃないか。ほら、あいつのハマってたバンドのやつ。ということは、嘘！あの遺体、カレン！いつかこんなことになる気はしてたよな。やりすぎだったんだよ、あいつは。俺らみたくほどほどにしとけ。やめなよ、亡くなった人間に向かって。くん、今の聞いた？とにかくこれを調べれば被害者の身元がはっきりするわね。でもやっぱりすぐ警察に返した方がいいんじゃない？怒られたりしないかな。何言ってるの？これは私たちが拾った正式な拾得物よ。拾い主は5部から2割のお礼をもらう権利があるの。これは法律よ。